こんにちは、ダイエット美容家の本島沙織です。今回も先日行ったインスタライブの模様をお届けしていきたいと思います。2021年上半期の星座別運勢なんですけれども、今回は獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座の運勢について、漢字一文字とそれからいろいろ広がっていく話をぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。獅子座ですかね。はい、獅子座です。私も獅子座です。はい、獅子座はですね、はい、これです。強力。はい、強力の強です。獅子座から見てパートナーシップとか、はい、誰かのほにゃららみたいな、そこに、その木星土星っていうのが入るんですね、はい、これがすごい、なんていうんですかね、本当にキーで、はい、うまくこの協業コラボレーションできるかっていうところによって来年の運気がこうかが分かれるみたいな。なるほど。そんな感じです。コラボレーションとかこう周りと一緒にっていうことなんですね、はい、そうなんですよ。でこれね、さっきのなんかオフィス座でもこんなんありましたけどっていうのがあったじゃないですか誰かと誰かとやった方がいいよみたいな。ありましたよね。でも友ね。そうなんですよ、はい、でもあれはあくまで鬼退治行きたいからユウたち力を貸してくれないみたいな感じで、はい、あの猿犬キジがやってくるのが、あのオフィス座なんですよ。目的ありき。そうね、ここはどっちかっていうと、はい、みんなで何かをやっていくとか、なんかこうみんなでみんながやりたいこと、なんかこうみんなでなんかこうテーブルについてねえねえ何やるみたいな、あれやろうやいいねみたいな、なんかそんなかバラエティの番組の一角みたい なんかそんな感じな感じで進んでいくんですよ。はい、だから意見も出せるし、はい、いやもう鬼退治やめようやみたいな、どっかのリゾート行こうやええなみたいなだから誰って感じですけど私も思ったそうそうっていう、なんかそういう感じでみんなで仲良く楽しく何かをやっていって、それが何かこのなんかそれが何かにつながったりするんですよ。なるほど、はい、まずは本当に具体的にコラボレーションとか、ダブルネームみたいなものとか、はい、可能性も全然あるし、あともっと言うと、ホームズだとしたら、はい、マトソン現れるみたいな、ね、あーパートナーが、そういう可能性もあるから、あなんかこの人なら背中を任せられるとか、なんかそういうような人が来る可能性も大です。あ、いいですね、はい、これなんでかというと、はい、実は今年の3人、ほにゃらら、つまり3月後半から、はい、6月7月ぐらいまでは、実はこれがちょっとね前倒してきてたんですよ。あ、そっかそっか。そうだから それっぽくなってるんですけど、でもどっちかっていったら来年の方がそれメインなんで、あ、じゃあ友達と友達を、はい、引き合わせたりとかみたい なんかそういうのもいいってことですね。あとは例えば、配偶者パートナー、とかの運気も増すから、結婚とか、付き合う付き合わないとか、なんかそういうところもかなり大きなプラスがあるんではなかろうかと、はい、交互期待獅子座2021なんかプロデュース力もいいかもみたいな話してたじゃないですか。まさに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 これですコラボしながら協力しながら、はい、なプロデューサー位置でいるというか。あ、いいですね、いいですね、立ち位置としては、はい、ありがとうございます、では次、乙女座さんです。じゃじゃん、みそぎですちょっとシリアスな感じですね、みそぎどんな感じですか、はい、でも基本的に乙女座って、はい、こっちの星棒にも書いてあるんですけど、はい、そぎ力とか余計なものをこう落としていくっていうのももともとまあまあ強い星座で、はい、だからなんか本当はこの人はこうやった方がいいのにこれがついてるもったいないなみたいな、なんかその本質をちゃんとこう削り出していくみたいなところがすごく強まっていく、のが来年なんですよ。すごい厳しい来年ではなく、はい、急いでいくものが見えてきちゃうみたいな感じなんですね。あとは逆に言うと、さっきのほら静かプロデュースって言いましたよね、はい、それはこうやってやった方がいいよとかっていう意味のなんかプロデュースで、どっちかっていうと、はい、自分もそこの渦中なイメージなんですけど、乙女座の場合どっちかって本当に完璧黒子のポジションで、はい、なんか無駄だなとか、はい、もっとこうしたらいいのにっていうのを伝えたり、うんうん、はい、出したり、うんうん、整えていくのがいいです。まさに来年はだから水瓶座の座になっていくので、はい、だからレス、ね、マイナスレスレスレスっていうこのどんどんどん何かを削ぎ落として減少させていくっていうので、だからなんか新時代的な、逆に言うとなんていうんですか、今って結構もうそのパッケージが出来上がっちゃってるじゃないですか、テレビの番組こんな感じとか、はい、なんか多分なんとなくこの予定調和がありますけど、ね、はい、それを逆に言うとこう崩したり壊したり削っていくことによって、多分こう原点回帰でまたこうなんか面白みが出てくるっていうか、あると思うんですよね。だから余計なレギュレーションとか何か制約とかがあったら、はい、この乙女座力を生かしてバシバシ削ることによって、なんか不動のポジションを手にするかもよ乙女座みたいな感じなんですよ。
自分も見そぐ部分とかってあるんですか？ね、来年実はね、はい、なんでこれ変えたかというと、うん、今もう本当すごいナイスな作りだったんですけどあの乙女座の方って来年実はね健康月間っていうか、はい、健康年間でもあるんですよ。乙女座健康年間、はい、なんか食べ本当は相性がよくない食べ物はもう食べないとか、うん、その家電変えていくとか、はい、なんかその健康にまつわるアイテムとかツールをまあ買い替えたり、うんまあ、やり直したりベッド変えるとか、うん、あいいですね、あそうマットレス変えるとか、はい、睡眠からね、枕変えるとかそうそうすごくあのいいと思います。あいいですね、はい、あじゃあちょっと自分の健康も重視しながら、はいうんうん、不健康を見添いでいきましょう。そうですね、なんかあると思うんですよ、あのなんかもう賞味期限本当終わったらだけどまだ使ってるものとか、うわあるあるですよね、なんかそういうものを見添いでいくといいのかなと、うん、いいものが、はい、その見添いだところに隙間に入ってくるんですね、はい、おっしゃる通りでございますありがとうございます、はい、では乙女座さんぜひ不景なものを急いで捨てて、はい、新しいものをぜひ入れていってください。ありがとうございます。では次は、天秤座さんですね、はい、天秤座の天秤座ですね、ちょっと天秤座に使わしくない、なんかすげえなんとかちょっと偉そうなというか豪華なというか、はい、ワードがありましてね、ちょっとちらみこんな感じこんな感じなんですよ。おー、まあ、あの統合あの滑る、そう滑るっていう、はいまあ、この感じなんですけども、うんうん、まあ、なんかまとめるみたいなイメージじゃないですか、この言葉のイメージって、ね、なんか天秤座の持ってるまとめ力とかですね、統率するとか、はい、なんかそういう実は結構天秤座ってなんかこう調子者っていうか、うんうん、なんとなくこうふわふわしてるイメージあるんですけど、でも実は、ね、天秤座本気出したらこれやばいんですよ。すごいまとめられる人なの天秤になって、なんかノンアル高圧めをね隠すとかって言いますけど、はいうんうんうん、まあもうあの隠してる場合じゃないんだから、うん、もういい加減こう出しましょうみたいな。はい、どうやって出せばいいんですか。あでもそれはねもう、ま、多分今もうこれを見てくださってる天秤座は、うんうん、確かになんか最近そういうのが来たとか、うん、あなんかバイブス的にそうなってるとか任されてるとか、もうぼちぼち本気にならないと私やばいかもとは言わないけど、うんうんうん、なんかそういう風ななんか外圧が来るかもとか来てるかもっていうのは結構いると思います。どうですかどうですかどうですかみたいなそんな感じですけど3回よく聞いた。いや本当に本当に、はい、そんな感じですよ。だいぶね本気を出さなきゃいけなくなってる人はいるはずで、だから何かをまとめていくとか本当にこう闘争していくリーダーシップを取っていくとか、うんうんうん、あとは逆に言うと今まではまあ、よれば体重のおかげじゃないけど何かに寄りかかっても生活ができたけど、なんかそんな自分はもう嫌だ、そんなフラフラした天秤中立天秤嫌だみたいな感じでなんかズゴーンって、あー、調整をするのはもうあの自分のこうなんか2本なし私はもうなんかあのちゃんと立って生活していきます、うん、みたいな人もいるはずで、はい、ちょっとガチな本気力みたいなのが試される。何かにもう変に空気を読みすぎてブレーキ抑制するのをやめるみたいな、はいはい、ちょっとだからこうオフリミットになっていく天秤座202みたいな感じがしました。調整力とか、うんうん、なんか周りに気を使えるじゃないですか、はい、なんか こうしたらきっといいだろうみたいな、はい、そういうのが強かったら、はい、まあ、なんか自分でおりゃみたいなのって、うんうん、なかなか抵抗あったりすると思うんですけど、そうなんですよ、だからこそどうすればいいんですか。いやだからこそでも裏を返せばその調整力って、はい、やっぱ極端に最大公約数的なものは分かったり、このメンツの中で多分こうやったらこの意見は通るだろうとか多分こういうふうなことをやったらみんなから好かれるとか受けるものが出来上がるんじゃないかとか、多分そういう力はもともとあるはずなんですよ、うんうん、でそれを調整に使うのか、なんか自分の意思を通すためとかやりたいことを通すために使うのかは多分違うはずで、その後者の方を打ち出していく感じです。まとめ力にこう注いでいくんですね、はい、ぜひ目立つこととか、うん、なんかこう自分が矢面に立つことを厭わないことですね。一番本気出さなきゃいけない星座かもしれません、実は2021年。そうなんだ、はい、でも本気を出すと、うんうん、本当に自分の立ちたいところに立っていけるってことですかね。あ、そうですそうですそうです、うん、いやもちろんねこのままどんぶら、まあ、流されるって言い方するんですけど、そうなんですよ、そのままでも全然やっていけるんだけど、うん、2021年はこれを使っていくとめちゃめちゃ結果が出るんですよ。おお、言っちゃった出るって、まあ、いや、まあ、でも出るから、だからやっといた方が得だよみたいな感じで、ほんとそうなんです。やっていきたいですね。やっていいです、全然やっていいです、はい、それは仕事だけじゃなくて、うんうん、プライベートもそうなんですか。あ、プライベートもそうです。プライベートでまとめ力ってどれ、だから例えばじゃあ彼氏さんになんかお店のチョイスとか任せないとかだからなんかイタリアンとなんとか何がいい、あ、なんでもいいよじゃなくて、旅行とか丸投げしないとか、そう丸投げしなくても全部のプランニングしていくとかはい、年始何したいかとか結構書き出すの大事ですね、はい、だから12月22日の風 あの門が開く日は、はい、もうなんか来年何 何を何の天下を統一したいかみたいな野望をこうバーってこう書き出していくと非常にグッドだと思います、はい、いいですね、はい、分かりました、はい、ありがとうございます次はサソリ座さんですね、はい、サソリ座の2021年上半期の漢字、
白です。上、はい、白です。白柱。お、サソリ座から見て、はい、自分のお家とか、うんうん、マイホニャララみたいな、まあ、場所ですね、どっちかっていうと、うん、にまつわるところに木星土星っていうのが入ってきてるんですね、はい、うん、なのでこれを作り上げていくのにめちゃめちゃいい時期なんです。だから例えば、あ、なんかいいところに引っ越したいなと思ったら、なんでこんないいところこんなにすごい破格で出てるんだろうとか、なんかインテリアやり直したいなと思ったら、なんかすごいいい家具屋さんを紹介してもらえるとか。リアル自分の城ですね。そうなんですよ、もうリアルにフィジカルに自分の城を構築していく、うん、マイワールド、マイキングダムを作っていくみたいなのが、うん、もう来年はいいわけです、はい、場所、環境、うん、はい、暮らしのスタイルとか、あ、もうライフスタイル、そうですね、全般ですか。デイリールーティーンを変えてもいいし、うんうんうん、なんか朝ごはんとかいつも決まってるものを食べたらそれをなんか違うものに変えてもいいし、うんうんうん、あとはまあさっきも言ったようにその家のリフォームとかしてもいいし、あと大物家具家電を、例えばマットレスとかベッドとか、あ、まあ、テレビとか何でもいいんですけど、うんうん、テーブルとか買い替えたりとか、そういうのもいいと思います。結構大きなお金を使っても全然いいです。仕事の場所とかも城に入りますか？あ、もちろんもちろん、はい、だから自分のデスクのあたりをきれいにするとか、まあ、ちょっとなんか椅子変えるとか、まあ、仕事道具変えるとかもそうかもしれないし、観葉植物とかお花とか、はい、なんかそう、家のなんかその特にくつろげる場所ですかね、うん、作り込んでいくと良いかなと思います。結構これ追い風な星回りなので、めちゃめちゃお金を使ったり時間使ったり、うん、まあなんていう、大胆に家とかそのインテリア内装、まあ 不動産ですよね、はい、とかにこうエネルギーを注いでいいです。うん、であとはあえて言うんであれば、はい、家族関係とか親戚関係、身内のほにゃらら、もしくは、まあ、お墓とかもそうかもしれませんけど、はい、なんかそういうファミリーにまつわるところっていうのは全部これ入ってくるので、そこで何か、まあ、わだかまりとか問題とかうんぬんかんぬんがある方は来年解決するかもしれないし、まあ、そこにエネルギーを割くのはいいよっていう感じです。あとはその住まいとかその環境っていう意味で言うと、はい、だからほら、リネンとか、うん、インナーとか、だから肌につけるそう、パジャマみたいなやつとか、はい、なんかそういうのを買い替えたりするのもいいです。はい、あ、じゃあサソリ座へのプレゼントにもいいですね。あ、いいと思います。そういう系は、はいはい、全然いいと思います。なるほどなるほど、うんね、お片付け苦手な人結構いると思うんですけど。あ、そうなんですか、うんうん、なんかいっぱい物捨てたりとか、なんかほら最近は外部ストレージとかもあるじゃないですか。なんか段ボールとかに入れてどうのこうみたいなやつとか使ってます。あ、ですか、はい、そうそう、だからあんなんとかうまく使って整理とかするのも全然いいと思います。あ、いいですね、はい、もう好きなものに囲まれることを意識するといいのかなと思いますね。あ、じゃあちょっと余計なものは捨てなくてもいいから預けておこうと、はいはいはい、お家にもスペース作っていくと、うんうん、またそこにいいもの入ってくるかもしれないです。です。はい、お次いきますか。ありがとうございます。